長岡造形大学は、新潟県庁、岡井千秋4-197に本部を置く日本の公立大学である。1994年に設置された。大学の略称は2度。公設民営方式として開学したが、2014年度に公立大学に移行した。造形を通して、 真の人間的豊かさを探求し、これを社会に還元することのできる創造力を備えた人材を養成することを見学の理念とし、新しい時代におけるデザインの実践的教育研究の場としてその役割を担うと謳っている。デザイン研究開発大学の社会連携ポリシーに基づき、広い領域に関わるデザインの特性と教育研究力を活かして地域社会に 新たな価値を創出するとともに、教育研究活動の成果を還元することによって、地域に貢献することを目的に活動している。地域社会をデザインの実践的な学びの場とし、企業や自治体、コミュニティ等と共同した課題解決への取り組みを、社会人気総力、構想力、創造力を育む、アクティブラーニングとして、カリキュラムへの積極的な導入を図っている。 市民工房地域住民を対象に専門の施設を利用し、ものづくりを基礎から学ぶ工房として開設している。講座はガラス、陶芸、漆芸、木工、染色の5講座があり、興味と経験に合わせてコースを選択することができる。子供も,ものづくり大学校デザイン、絵画、工芸、工作などのものづくりを通して、子供にたくさんの経験づくりの場を提供する。 日本国内日本国外。ありがとうございます。